影かホルは、日本の元女子、プロレスラー。東京都出身。元女子、プロレスラーの吉原栄光、母、全日本女子プロレス創業者、松永隆氏をおじに持つため、幼少期より、女子プロレスに関わることが多く、中学生の頃より、セコンドに入っていた。1979年にオーディションを受けるも、不合格。しかし、その後、 ダンプ松本の誘いを受け、1985年8月28日に、大阪城、ホール大会でのダンプ vs、長与ちぐさの髪切りマッチで、ダンプの影武者として、リングデビュー。ダンプからは、カホルちゃんと呼ばれていて、現在でも可愛がられている。そのまま、レスラーとなり、一時は、覆面をかぶり、ダイナマイトキングを名乗った。1987年には、 ダンプ、松本と組んで、タッグリーグザベストにもエントリーしたが、翌1988年12月引退。その後は、日本初の女性リングアナウンサーとなり、やがて芸能マネージャーに転じる。現在は、後輩レスラーである、井上隆子の個人マネージャーを務める傍ら、2007年から、東急武蔵小山駅近くで飲食店、カオちゃん屋で飯食い亭も経営している。 2014年3月22日、大田区総合体育館で行われた、長代ちぐさプロデュース、雑女子プロレスにて、極悪同盟のセコンドとして、久しぶりに登場。ありがとうございます。